はい、本日は南海電車の難波駅に来ています。2023年9月8日から仙北高速鉄道に新しいラッピングをした車両が運行開始したんですよね。それが仙北くん鉄道娘ラッピング車両というんですけれども、いやすごいね、派手な車両らしいんで今回はそれに乗っていこうと思います。果たしてどんな列車なんでしょうか。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。でその仙北くんっていうのは仙北高速鉄道の、まあ、イメージキャラクターで、あの泉香美っていうのが仙北高速鉄道の鉄道娘のキャラクターらしいんですよ。あのこれ動画でもね、これまで何回も言ってるんですけど、鉄道娘全然わかんないんですよね。だからちょっとあんまり詳しく紹介はできないと思うんですけども、ただ仙北高速鉄道のその鉄道娘のキャラクターが泉香美っていうのは、まあ、調べたんでね。あと大阪モノレールの豊川まどかやったと思うんですけどね、それぐらいしか知らないです。鉄道娘って結構あのなんかマニアにはなんか人気があるらしくてね、結構いろんな鉄道会社で、まあ、いろんなキャラがいるみたいですけどね、ちょっとあんまりわからないですけど、まあでもねちょっと楽しみです。まあ、ちょうど折り返し準急行、泉中央行きの列車がやってきました。まあ、仙北高速鉄道で基本的にはこんな感じのカラーリングで、白にね、まあ、青い帯の入った車両なんですけどもね、まあ、これとは全然違うということで、どんなラッピング車両なんですかね。あれは今話題の南海6000系の復刻塗装じゃないですか。昔はね、あの6000系デビュー当時は無塗装のね、あんなステンレス塗装って言われてるんですけどね、シルバーって言うんですよ。あれも乗りましたね。というわけでやってきました。おお、なんじゃこれは、すげえ。これは派手すぎますね。入線してきました。すげえなこれ。はい、じゃあ仙北くん鉄道娘ラッピング車両やってきました。あの仙北高速鉄道の5000系にラッピングしてあるんですね。すごいな前が。あの板車ならぬ板電っていう感じです。側面が、ね、すごくて、あの窓まで塗られてるんですよ。仙北高速鉄道の面影が全くないんですが、でもちゃんと仙北っていうマークは入ってます。これがあの仙北くんっていうキャラクターやと思うんですけどね。すごいね、これあの両方の先頭車がフルでラッピングされて、中間車はこんな感じなんですね。なるほど。車内に入るとこんな感じで、鉄道娘の車内に広告があって、すごいですね、ドアのところにも鉄道娘が書いてあります。これすごいな。前はこんな感じになって、これあの車椅子スペースのところもあの鉄道娘、仙北高速鉄道の鉄道温泉の泉香美のキャラクターのイラストが書いてありますね。ここもすごいな。すごい派手な車内です。はい、こんな感じになってます。これ前から2両目の方の車両にやってきたんですけれども、2両目はそんなに変わらないんですけどね、あの窓までラッピングされてるからちょっと景色が見にくいような感じになってますね。広告とかも鉄道娘ではないです。まあ、中間車は普通っていう感じですね。
これあの千穂くんというキャラクターがあの車内自動放送で入ってるんですね。列車で天ヶ茶屋を今出発していきます。まあ、やっぱりね派手なラッピングはしてあるんですけど、まあ、普通の千穂高速鉄道の高線系と、まあ、性能は変わらないで、ね、乗ってる感じは一緒なんですけど、列車一応あの区間急行泉中央行きで、まあ、終点の泉中央まで乗っていこうと思います。岸の里玉でも手前で南海本線と分かれていきます。こちら高野線と言ってるんで、私は地下に乗って予定とか始めた時はそのテーブルに曲がりに行きませんか。車両はこれ千穂高速鉄道の車両なんですけど、あの千穂高速鉄道はあの南海と総合直通運転してるんで、まあ、ナンバーまでねやってきます。今回もナンバーから乗ってます。中本から泉中央までが、まあ、千穂高速鉄道の区間なので、途中の中本まではこれ南海高野線を走行していきます。急行なんでね、こんな感じで駅を通過していきます。まあ、先頭車両はやっぱり派手なんですが、中間車両はやっぱりこうやって乗ってても特にね、そんなに派手さもないですし、ただ窓にね、あのなんか船舶みたいなのが見えてるんですけど、まあ、これくらいですかね、違いは。中本駅は千穂高速鉄道の起点駅なんですけど、今乗ってる区間急行千穂ライナーとはね、これ通過していくんですよね。確定と準急行しか止まらないっていうね、なかなか面白いです。こっから先はあの千穂高速鉄道で入っていきます。千穂高速鉄道は結構高規格な路線になってて、こんな感じであの車と並行して走るのが面白いところですよね。列車も結構なスピードで、ね、走っています。
側には光明池傾斜部っていう仙北高速鉄道の車両基地があります。はい、じゃあ終点の泉中央に到着です。いや、乗ってきたわけなんですけれども、やっぱり派手ですよね。この前から見たやっぱり先頭車両の部分が派手ですよね。これあれなんです、左右でラッピングが違ってて、反対側の方が鉄道娘の柄がなってみたんですけど、今回ホームに入線するちょっと、ね、場所の都合上見れなかったですね。こっち側は仙北なんですが、反対側が鉄道娘になっているということでね。いやすごい。で、中間車もこんな感じでラッピングがされてるんですけど、まあそこまで派手ではない。あ、でも窓部分も塗られてるんでね。車内放送もね、仙北くんやったんでね。そもそもこんなキャラクターがいること自体知らなかったんで、今回知るきっかけになりました、ね。いやー面白い。なんか編成ごとにやっぱりちょっと違うんですね、ラッピングが。面白いですね。はい、じゃあ今回は仙北高速鉄道仙北郡鉄道娘ラッピング車両に乗ってきました。いや、とにかくね、ラッピングがすごい派手で面白かったですね。はい、興味ある方はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それじゃあ動画終わりたいと思います。ありがとうございました。